私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。二宮和也、とにかく嵐は気を使うんで、グループ内のルールを日テレ、ジップで告白やらかしたのは相葉くん。嵐二宮和也が楽しい夏休み映画タンクに出る一方で、相葉雅紀は秋のホラー映画に出演。リングなどで有名な中田秀夫監督がメガホンを取るそれがいる森にて、相葉は初の本格的なホラー映画主演を果たす。タンクと合わせて注目の一作だ。もう一つ有名な相葉の日焼けエピソード、ちなみにジップレギュラーで相葉と仲良しで知られる風間俊介39もワイプでこの話を聞いており、肩を震えさせて大爆笑をこらえている姿も見られた。休みの日に出かけても他のメンバーは行けないから言わないって優しさめちゃらんっぽくて好き。相葉くんが服脱いだ時にがっつり日焼けしててバレるのも嵐っぽくて好き。ショー黙って沖縄に行って着替えで焼けてるのを突っ込まれたのが相葉ちゃんかと、相葉の天然エピソードにネットは大盛況だった。余談になりますが、相葉くんと日焼けについてはもう一つファンの間で有名な天然エピソードがあります。15年7月の VS 嵐日本テレビ系で発覚した出来事ですね。この年の夏は例によって暑かったが、リハーサルなどが多く基本的に室内仕事ばかりだったため、二宮、櫻井翔、40、松本潤、38らは焼けておらず白いまま。しかし、いつも日焼けすることが多いようのさとし、40は、ともかく、相葉が顔から足まで真っ黒だったため、焼けてる。よね?と櫻井が困惑しながら尋ねると、昨日ベランダで天気いいなと思って裸で寝てたんですよ。いやいや、パンツは履いてるんだけど、起きたら、身体が真っ赤。と返す場面があったのだ。なお、16年放送の朝一に相葉が出演した際は、相葉さんは明るく優しいイメージがあると思います。それは間違いないのですが、意外とプライベートは謎に包まれている人だと思います。僕は嵐の中で一番謎です。休日明けに驚くほど真っ黒に日焼けして現れて、理由を聞くと嘘をつく。という垂れ込み情報を二宮がコメントしたこともある。もっとも嘘をつく理由はやはり周りの人が忙しくて言いづらいからというもので、他メンバーと同じく気遣いゆえのことだった。天然エピソードで笑いを提供してくれる愛はスキンケアにだけは気をつけてほしいものだ。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。